どうも、コンサコー、タコリッチです。今回はラーメン5選でございます。今回はね、やっぱりお店自体も多いのでね、これだけで終わらせちゃダメだなと。で、さらにいろいろ行きまくってですね、また厳選しました。静岡市の第2弾でございます。やっぱり多いラーメン店が、結構激戦区、めちゃくちゃ感動しすぎて覚えてないっていうお店も出てしまいました。それぐらい今回も揃いましたね、5選が。もうよりすぐって選びました。タコリッチは濃い味のラーメンが好きなので、ちょっとそういう味寄りのものを紹介することが多くなるとは思います。独断と偏見でこのラーメン5選を選ばさせていただきましたんでね、ぜひともそこはご了承ください。それでは最後までご覧ください。よろしくお願いします。まず最初のお店はですね、住宅街を歩いてたらですね、こんなとこに美味しそうなラーメン屋あったんだって見つけた場所なんですね。でも味はどうだろうみたいな感じで入ってみたんですけどもね、入ってよかったーって思う感じの、お店でしたね。人も並んでましたし、人気店なんだろうなって思うような場所でしたね。清潔感とかメニュー全て含めてバランスがいいお店なんだなって僕は感じましたね。駐車場もお店からちょびっとだけ歩いたところ、もう本当に1分30秒ぐらい歩いたところに駐車場もありますんでね、もしね、そこの6台が埋まっててもコインパーキングここら辺近辺ありますんでね、そこはご安心ください。気になるお店がこちらです。麺どころ石神さんでございますね。外観もね、店内もまあ清潔感もちろんありますが、何より入りやすいお店だなって思いましたね。これ結構重要ですもんね。気になるメニューがこちらです。魅力的なのがいろいろあって悩みますよね。ただですね、今回は珍しいなって思ってね、駿河しゃも醤油そばね、鶏だしですよね、しゃも醤油そば気になりますよね。だからこれをね注文してみました。それがこちらです。見てください、この濃厚そうなスープの色、そしてチャーシュー美味しそうすぎるでしょ。これ怒ってますよ。で、この写真でわかるようにね、麺が、まあ、流粉を使っててね、やっぱりこだわりの麺ですよね。もちもちの、つるっつるの、いいコシでございやした。醤油がね、結構強めの香りで、7種類の鶏から取ったスープなんですよね。これが最強に美味しかったですね。ふっと見つけて、こんな美味しいラーメンに出会ったんで、今日この日がすげえ幸せの日になりましたね。ぐらいなんか感動しました。これも見てほしいんですよ。レアチャーシュー丼、これを添えてあるんですけども、これもいいよね。チャーシューにこだわるお店は絶対美味しいから、このチャーシュー丼の上に乗っかってるこの卵を割ってしまうと、もうそれはですよ。文句のつけどころがない、すする音がこちらです。いや、もうすすってチャーシュー行くの美味しすぎるよね、絶対ね。やっぱ会社勤めの合間でこれ食べられたらもう幸せすぎますよね。もう仕事したくなくなっちゃうけどね、僕だったら。ぜひとも行ってみてください。続いてのお店がですね、ということはそれを使ったお店なの？ってちょっと思って、じゃあ味もそういう味？柑橘系の味？って思う店名なんですよ。だからずっとね、僕よくある変わり種ラーメンを作ろうと思って失敗するタイプのお店って思ってしまって行けてなかったです。でも行ってみたんですよ。そしたらですね、実際食べたらね、全然っていう感じのお店でしたね。こちら、有名なんですけどね、ライム軒さんでございますね。外観がなんかおしゃれなカフェみたいなね、雰囲気ですよね。やっぱライム軒ってことで緑を主張してるのかな。それがなんかまたおしゃれですよね。ラーメン、つけ麺、ライム軒、韻を踏んでる感じもしてね、いいですよね。みたいな感じになりますよね。で、すいません、ここね、メニューを取り忘れちゃいました。なんでいきなりラーメン行きましょう。ドン。すごくないですか、このライムラーメン。
めちゃくちゃ食欲そそられる見た目でしょこれ。で見てよこの角煮、やばいでしょこの角煮。八角よ、八角角煮、八角煮、本当に八角煮。でスープは醤油ベースであっさりとしながらも少しの甘みとじんわり旨味が来る感じ。え、麺は中太縮れ麺で全粒粉を使ってまして、もちプルンって感じの研究されたラーメンなんだと思いましたね。コク深くてね、食べ終わった後もあ美味しかった、あの味が残るの、後を引く味でしたね。行ってよかったです。だから本当になんか先入観で邪魔ですね。最近流行りなんですかね、もちプルンっていうこの感じ、すごい美味しいで、僕好きなんですよね。だからいい時代で、僕はなんですけど、おそらく柑橘系の風味も感じたので、もしかしたらほんの少しねライム的な何かが入ってるのかもしれないですね。あの僕で柑橘系あんま好きじゃないんですけど、その好きじゃないのが全く気にならないぐらいマッチしてるんですよね。これ美味しかったですね。でつけ麺もねこのお店あるんですよ。でもつけ麺はつけ麺でまた違った味わいなんで、こっちもね試してみてほしいですね。で駐車場もちゃんと数台止められる場所がありますんで行ってみてほしいんですよ。だからここめちゃくちゃいいとこです。巷で噂のって言われてるだけあるわと思いましたね。ですする音がこちらです。とにかく角煮、とにかく煮です。とにかく煮のお店ですね。行ってみてください。続いてのお店なんですけども、このお店ね、なんか僕が上流階級になったんじゃないかって勘違いしてしまうぐらい繊細で丁寧に作られている、その僕が王様として振る舞ってもらってるんじゃないかって思うぐらいのとても美味しいラーメンだったんですよ。食べた後になんかわかんないですけど2回深呼吸しました。そんなお店なんですが、こちら麺屋秀次さんですね。静岡瀬の場の近くにあって、まあ街中なんでとても行きやすいんですよ。ただね駐車場がないんですが、近くにコインパーキングいっぱいありますんで大丈夫だと思いますね。静岡瀬の場があるということは新静岡駅も使えますし、静岡駅もちょっと歩けばありますんで、歩きでも全然いいかもしれないですね。だから他のとこで買い物した後とかね、県民文化センターがすぐ近くにありますんで、なんかのイベントの帰りとかでもいいかもしれないですね。気になるメニューがこちらです。煮干しラーメンのお店なんですね。どの煮干しがいいのかなって思っちゃうんですよ。煮干しラーメンって足煮ちゃうじゃないですか。見つけたんですよこれ、琥珀煮干しって書いてあるでしょ。これを発見したいです。なんだ琥珀煮干しって思って、でも気づいたらもう食券買っちゃってましたよね。で来たラーメンがこちらです。何このまさに琥珀色のスープ。琥珀色のスープってないでしょ。透き通って綺麗とかというよりは旨味が凝縮してるんだろうなって思えるような、それぐらい高級なラーメンみたいな感じがしますよね。いや絶対に麺もこだわってるよね。食べるじゃないですか、そしたらブニョッとしてるんですよ。噛むとコシがプツンっていう、コシ柔らか麺なんだなって思ったら、いやいやいやコシめちゃくちゃしっかりしてるじゃんみたいな、楽しいんですよ食べてて。でスープも、もう奥深いスープ、煮干しだけじゃないなこれ。で他にもあるな、目をつむってスープのなんかいろんなものを探したくなる、麺も楽しい、すぐなくなる一杯が。店を出た後に2回深呼吸ですよね。だからこれ王様が食べるラーメン、本当に勝手に言ってるけど、それぐらい美味しいんですよ。わかんないですけど、最終段階の変身を遂げたフリーザみたいな、最終段階はなんかいろいろグワーってなるんじゃなくてスッとなるんだみたいな、綺麗な感じになるんだみたいな、煮干しの最終段階ってこんな感じって思って、なくなるのがもったいなくなる現象が発生しましたね。麺をすする音がこちら。いやもうもうもうここでもうここでラーメン食べてますよね。だから麺屋秀次さんおすすめです。続いてのお店なんですけども、静岡市の清水区にあるお店なんですね。多分昔から地元に根付いてたお店なんだと思うんですよ。店長さんとかも気さくな方で、行ってて楽しくなる。で、地元の人たちもお酒を飲みにここに来るような感じのお店なんですけども、ラーメンがね、すっごい美味しかった。
んですよ。それがこちらです。アジブカさんですね。アジブカなのかちょっと発音わかんないですけどね。キツネヶ崎という地名の場所にあるんですけども、静岡鉄道の駅もあるんですけど、おそらくここは車じゃないといけないかなって思うところなんですが、絶対味が深いから来てるんでしょ、絶対ね。気になるメニューがこちらです。いろいろありますけども、僕が注文したのは濃くチャーシュー麺ですね。こちらすごくない？まずこのチャーシューの並べ方がうまくない？ストレート中太麺なんですね。これね、濃厚というよりは本当にねコクが深いんです。いろんなもので出汁を取ってるんでしょうね。あの動物的な味もあるな、こんな味もあるなっていう、すっごいコクが深すぎて、味深さね、味深すぎさん、味深すぎです。ここはまあ、このねチャーハンをつけてるんですけど、このチャーハンがね焼き飯のような感じで、これチャーハンって言っていいのかなって思うんですよ。チャーハンって書いてあったね、チャーハンなんですけど、ちょうどいいお父さんが日曜日に作ってくれるようなチャーハンなんですよ。これすっごい美味しいんですよね。なんかハマっちゃうんですよね。なんか締めで食べたくなっちゃいますよね。さらに締めラーメンっていうのがあるんですよね。こちらもうご飯を足すわけですよ。だから僕チャーハンも食べてるのに締めラーメンもいっちゃってね、お腹正直パンパンですよ。でもねスープまで飲み干しちゃった。美味しいんだもん。ご飯に合うスープ、なんか久々にはっきりと認識しましたね。すっごい美味しかったですね。すすってる音がこちらです。いや味深いでしょ完全に。これ機会があったらね行ってみてほしいですね本当に。最後のお店なんですけども、ここまあもちろんねラーメンもめちゃくちゃうまかったですよ。ただねもう一個おすすめしたいものあるんですよ。そのお店がこちら、ラーメン有賀さんですね。ここね駐車場もちゃんとありますんで、すごい行きやすいお店なんですね。有賀っていう名前、これはまあだからありがとうから来てんのかな。それをローマ字に直して棒を取って有賀、ちょっとセンスあるよね。ああまあそういう意味かとは思うけども、おしゃれなとこで切っておしゃれな表記したねって思いますよね。で気になるメニューがこちら、リピシオって名前がすごい僕惹かれちゃってね、これを今回は頼んだんですけど、大盛り無料とかね書いてあるの嬉しいですよね。気になるラーメンこちら、しっかりとしたコクうま塩なんですね。細麺の縮れ麺にすっごいスープがねしっしっかりと絡んでめちゃくちゃ美味しいんです。癖になる、これは本当にリピートしてしまうリピシオです。ここもう一つおすすめしたいのがこれなんです、西尾丼。これがえぐい、これがうますぎる。メインになってもおかしくないぐらいの一品なんですよ。味が濃いんで、塩を食べるならお水とかで毎回リセットした方がいいかもしれないって怒られるかもですけど、この塩スープを西尾丼にさらにかけてみたい、絶対美味しいと。めちゃくちゃこだわったお茶漬けみたいな感じになると思うんですよ。有賀さんは絶対にチャーシューに気を使ってるお店だと思うんですよ。代名詞って言われてるぐらいなんで、このお店のこの西尾丼、チャーシューを細切れにして入れてあるっていうのは確実にそら美味しいって。この西尾丼を使ったさらに他のメニューとかもね出してほしいなってちょっと思っちゃったね。おすすめです。今回も5選見ていただきましたけどもね、この静岡市ってねやっぱ浜松もそうなんですけど、お店が多いんでなかなかね全てを回れてるわけじゃないですし、ただ今回も15店舗回った上での5選なんで間違いないとは思うんですよ。まあ僕好みのお店というだけの話でね、他のところももちろん美味しいんですよ。ということでね、またこのラーメン5選他の街でもやっていきますのでね、ぜひともそちらも見てください。最後まで見ていただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。